なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五層の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を吸収したのである。信長編第一章、夜明け前、今川吸収。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か？なぜ今川に喧嘩を売るような真似を？巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますよ、若。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門！よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。武千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門！またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門！本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ！今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。
武の人質を奪おうなど不届き千万。うずとどもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまね、無理はするな。伸びゆき兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。こう、いちも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。たちが押されているか、直ちに援護するぞ。敵将撃ち取ったぞ。ここで死んでは銃を尽くせぬ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。わしと手合わせをしようもんか。俺を撃つけとは侮ったか。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。あたしの獲物発見ね。とは侮ったか。これほどとは。あとは若の分を祈るほかない。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。